お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。今日の動画はですね、まあ今シェルターとか水とか溶かしてるんですけど、こちらに映っている生き物たち、まあ、何かというと、都内のね、都心の住宅街でたまたま見つけたアズマヒキガエル、そしてこちらがね、それこそ昔フジピコさんが住んでたねマンションの近くで捕獲したアズマヒキガエルということで、今日はこのね、2匹のアズマヒキガエルにこちらの、はい、大量のゴキブリをね、あげていきたいと思います。まあ軽くね、数えてざっくり100匹ぐらいですね、このアズマヒキガエルたちにね食べてもらいたいと思います。ほら行くぞ。おい、お、食べろ。ちょっとずつでいいからな。一気には食べれないだろうか。さあ結構ねスローなんですよね、うちのアズマヒキガエルは。のんびり屋さんで。お、食べるか。食ったのか。食ったか。わかんねえな、食べたことか。もう一匹は全然ミミクもしてないですね。お、狙ってる。カルシウムパウダーがちょっと邪魔して、もしかしたら食べづらいかもしれないですね。カルシウム剤添加したんで。うわ、走るね。いやらしい、いやらしく走ってますゴキブリが。そっぽ向いちゃったね。お、食べるか。お、2匹来た。意外と食べないですね。意外と君たちのためにゴキブリを100匹も用意してあげたんだけど、気に入ってくれなかったかな。まあちょっと動きがやっぱね早いですね、ある程度大きくなったレッドローチは。コオロギとかだったらね、意外ともたもた歩いてね、後ろ足とか取っといたら食べやすいかもしれないですけど、あ、いや、すかしてんな。食べてるけど、食べようとしてるけど、この子すかしてるね。どうでしょうか。お、食べたね。今は食べたでしょう。アメフクラガエルちゃんたちの時とは違ってたかがこの数でもなくなるのに時間がかかるかもしれないですね、これは。どうしようかね。まだこんなにいっぱい準備してあげてたのに、なんてこった。まあでもね、余ったらこれはこれで双子ヒゲトカゲのね、赤まっちゃん、トゲまっちゃん、バグまっちゃんがね食べてくれるし、うちには他にもね、全然こういったレッドローチ食べてくれる子たちがねいるんで、まあシンプルに僕が使うのがね嫌だってだけの話で。お、食べ始めた。こいつが食べ始めましたね。この子がやっと餌に気づいたのか。おお、結構この子活発じゃん。おお、食ったのか。外してるね。食べてはいるんですけど外してますね。おお、食った。やっぱ下に自分の顔下あたりに来たやつをパクッといっちゃう感じですね。いっぱい来たぞ、いっぱい来たぞ、いっぱい来てるぞ。邪魔している。邪魔されている。ちなみに今映ってるこちらの子がね、アズニャンという名前です。アズニャン。おお、食べた。食べたのかな。空振り多いね。こいつ結構ドン臭いかもしれないね、アズニャンはね。おお、食べたかな。食べたかな。
この子はねまだ名前がないんですよ。うちのね近所でたまたま歩いてるのを見つけて、を作った連れて帰ったんですけど。おお、いいね、いい食べっぷりや。ちょっとね数が減ったんで少し追加します。まだこんなにいるからね。おい、このぐらいにしとこう。少しずつ少しずつね入れて食べてもらいましょう。一気にドバーってやっちゃってもねいいんだけど、多分数の多さにビビって食べなくなっちゃう可能性があるから。君の名前は何にしようかね、もう考えることをやめてしまってたから。アズニアンはアズニアンって名前があるんだけど、この子の名前は何にしようかな。お、来た来た、行け、それ行け、もう一匹来たぞ。おー、この子結構食べるのうまいね、上手ですね。アズニアは腹の下にいっぱい溜まってるけど気づいてんのかな。アズニア、おお、食ってる食ってる。まあだいたいね、ヒキガエルは待ち伏せ型が多いですね。なんかアメフクラガエルみたいに追っかけ回して食べたりとかあんまそういうことはなく、目の前にやってきたものを捕らえて食べるといった食べ方をねしますね。ミヤコヒキガエルはね結構自分で追っかけていくようなね印象が強いんですけど、アズマヒキガエルは意外と自分じゃ追っかけ回さないですね。まあでも思ってた絵面は取れなかったな。もっとこうバク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 食べるのかと思ったんですけど、そうでもなかったですね。おお、でも頑張ってくれてる、いいぞ。ただね向こう向いちゃってんだよな。アズニアンとアズキチにしようかね。この子はね渋いカラーしてるんですよ。この2匹ね対照的な色で、ちょっとグリーン味のあるね渋い色してて、アズニアンが結構明るいオレンジ色をしていると。いや、ヒキガエルはマジでいいですよ。もうヒキガエル大好きっすね僕。めっちゃ好きヒキガエル、ほんと可愛いし見てて飽きないというか、やっぱこの貫禄があるのがいいですよね。うん、貫禄があるのが結構何でも食べてくれるし、もうアズニアンは完全にお腹いっぱいですよ。もうレッドローチかくまってるもんな。おお、いいね、いいじゃん、いっぱい食べてよ、君たち体大きいんだから。お、アズニアスイッチが入ったか。おお、食べたね、いいじゃんいいじゃん。うわー、ほら、おい、腹の下からレッドローチがいっぱい出てきた。お、そこにもいるぞ、こいつこいつ、上がろうとして上がれてない。レッドローチはね、あのツルツルの壁だったらね、登れないんで、ちょっとでもやっぱいろいろ傷があったりだとか、あのザラザラしてると登れちゃうんですけど、まあ大丈夫でしょう、このぐらいの高さがあれば。やっぱ生き物飼育は餌を食べてくれる瞬間がね飼っていて楽しいですね。なんか嬉しいし楽しいし、ご飯食べてくれたっていうのが、なんかもう体中にゴキブリをまとってるな。ついにアズニアが動き出した。したとかね、意外となんかのんびりなんだよな。 おー、食った食った食った、いいね。潜り始めた。結構ね潜るんですよね。そんな深くね、パームマット敷いてあげてないから完全に潜れたりはしないんですけど、もうちょっと厚くしてあげてもいいかもね。
はい、ということでね、本日はうちにねいるアズマヒキガエルにね、大量のゴキブリを与えてみたという動画でした。まあ普段はコオロギあげてるんですけど、たまにはね違う種類の昆虫とかもあげてみるのもね、その生態にとって、健康面いいんじゃないのかなと思います。まあ期待してた絵面としてはね、もうちょっとこうバクバクバクって食べてくれてね、おーすげーっていう感じの絵面が見たかったんですけど、意外とマイペースでしたねということで本日はねここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。